あいつを助ける。無駄だ、すぐ死ぬ。ここまでパワーが引き出せるのか。なんと、貴様ただのチビではないようだな。さすがの俺も少し痛かった。しかし相手が悪かったな。ただいかし、畜生、俺たちの勘が。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな記憶に。俺とそっくりだ。地球人の言っていたナメック星人か。いろいろと事情を知っているようだ。ならば俺がそのガキたちを助けようといつ。悪いが、どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというの。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられましたが、あいつの力は。今さらどうしようもないことだ。それに俺は。そうすればお前のその力が。何？時間がない。早く私の体に手を置け。うん、いいだろう、試してやる。絶対にフリーザを倒せ。貴様に言われるまでもない。おい、まさかこんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これが同化というやつなのか。今行くぞゴハン。この力があれば勝てる。どんな奴であろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。
ザコがいるようだな。Ah!
ち。
ザコがいるようだな。いつでもいいし、かかってこい。その程度だったか。よっせ。存外楽しめた。あそこか。おい。ザコがいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何、あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。うわっ、ぬがベジータ今だ、攻撃してくれ。よかった死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あの血、何か来るぞ。ピックルさん、待たせたな。誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを。カスで悪かったな。だがクリーザを片付けた後、今度は貴様の番だと。まだナメック星人が生き残る。俺一人でやる。相手の実力もわからないバカがやれるもんだ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやるか。どうなっても
さっきは悪かったな、貴様を舐めてた。だが想像以上にできるんでな。俺もだ、本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だ。何？貴様は今のこの俺が貴様にも与えてやるぞ。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。このフリーザは変身をするたびにその変身をあと2回も俺は残している。な、ま、そんなあとに見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは彦さん、僕も戦います。待て、貴
貴様が、それよりこの俺を半殺しにしろ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め、どう見る？ちょっと拝見。光線から撃ったダメージがなくなってる。ちょ、なんだと。早い、ピッコロさん。ちょ、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 俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活したとき、さっさとこの俺を半殺しにするんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいた。いくら大嫌いなお前だって、もうすぐ悟空もより。カカロットは下級戦地だ。あれ、よし、この姿のままでもあなたたち全員殺す前に、死よりも恐ろしい究極のパンツ。今のうちなら間に合う。うわ、うん、それでご飯。何この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんなやつは直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。
デデ、お願い、ベジータを直してやって。チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。Sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder.